はい、皆さんこんにちは、トンクルーです。皆さんはね、スイッチのね、ジョイコンなくしちゃったわっていうことがあったらですね、このジョイコンの振動で探すと思うんですが、そのジョイコンのね、振動の音を聞いてもらおうと思います。じゃあまずはね、僕のこのスイッチから鳴らしてみたいと思います。いきますよ。聞き右ね。はい、じゃあこれはこんな感じですね。で、次はですね、この元のスイッチの鳴らしていただきたいと思います。それではいきます。青の左のジョイコンのスイッチから、ね、ちょっと聞き比べてみましょう。ですね、まあ、音的に言うとこっちの方がですね、すごくでかいですね。こっちはね、ブーブー、音的に言うとブーブーだね。まあ、自動車みたいなやつ。こっちは、ビー、ビーみたいな感じですね。まあ、こういうのになってますね。で、あとですね、このついてるジョイコンね、探すこともできるんですよ。見つかりませんね。こういうものですね。まあね、どちらの振動が探しやすいという検証でした。まあね、音で言うとこっちの方がでかいので、こっちの方が探しやすいと思います。こっちもですね、細いので、まあ、わかると思います。皆さんもね、もしよければ、なくす対策をするためにね、こういう点検とかね、したら、いいではないでしょうか。